愛媛県松山市にあります愛媛県武道館からお送りしています。東レ対黒部の第2戦、昨日はセットカウント3対1で東レが勝ちました。今日は第2セットを終わった時点でセットカウント1対1。第2セットは特に両外国籍選手イベギンとコクラムがスパイクをしっかりと決めてきました。決定力を見せつけて第2セットを取っています。またミドル陣では山口の速攻もよく決まりました。画面右側が黒部、左側が東レになります。黒部のサーブで始まります。安田のサーブ、まずは第3セット、やはり石川の一打で試合が動き出します。チビを切る得点は石川のスパイクでした。さあこの第3セットのスタートメンバーも確認ができましたらお伝えしましょう。今度は東レのサーブです。野呂、福本から安田、そしてコクラムです。東レは関から石川、両手で押し込むようにする。もう関はクイックを使った小川です。福本がなんとか拾う、コクラム左で打った。東レは関、そしてバックセンタークラム、しかしアウトか、アウトです。クランのバックセンターはラインの外側でした。チャレンジでしょうか。チャレンジです。今のクランのバックセンターのスパイク、エンドラインの向こう側に落ちたという千代信さんの判定。それに対してこの越谷監督がチャレンジを要求しました。さあこのクランですが、ここまではアタック決定率は31分の14、 45.1%。 今日ブロックポイントはまだありません。第2セットは黒子と石川がフロントに揃う場面もありました。黒子が1本スパイクを決めています。第2セット、まあブロックタッチに関するチャレンジでした。ブロックタッチなし。東レのチャレンジは今度は失敗でした。これで東レのチャレンジ失敗できるのは残り2回となります。イベギンのサーブ、黒部です。ちょっと前に落とす、水杉対応、移動攻撃、小川ブロックで止めました。黒部です。止めたのが高橋。高橋は今日初めてのブロックポイントです。ああ1枚で小川を止めてきました。昨日は小川のブロード攻撃が面白いように決まっていました。この辺りはしっかり対策をしている黒部です。イベギンバックセンターからフェイント、ここはなんとかついていった野呂、石川がなんとか打った。関はバックセンタークランです。ブロックに一旦かかる福本、そして安田、イベギンです。ここは水杉がしっかりとレシーブ、石川につなぐ、あダイレクトで東レに戻っている。アンダーで水杉が上げて、もう一度石川、これはどうか、アウトか、アウトです。アウトの判定。粘り合い、我慢の試合の場面でした。イベギンのサーブ、アンダーで関が上げて石川、ブロックにかかる、ブロックポイントは なりませんでした。得点東レに入っています。3対2。さあ今度は東レ石川のサーブ、わー強烈でしたがエンドラインのちょっと向こう側に落ちてしまいました。これだけのサーブを打とうとすると精度をキープする、精度を上げるのもなかなか難しいかもしれません。さあ今度黒部高橋のサーブ、野呂から関、クランのスパイク、ここはよく拾っている。安田はコクラムに送りましたがネットをどうやら越えませんでした。得点東レです。これはコクラムにとってはちょっと難しいスパイクだったか、ただクランの手には当たったようです。クランのブロックポイントになりそうです。
ここは連続ポイントです。東レさあ同点に追いつきました。4対4。昨年は初めて日本代表の活動も経験しました小川のサーブ、ちょっと前に落とすような感じ、速攻を使った、クイック決まりました。山口東レのチャレンジでしょうか。一旦プレーが止まっています。得点は黒部です。ここはチャレンジはありませんでした。さあゲーム再開、クランフェイント、ブロックでかける、ブロックポイント、ブロックで止めました。止めたのはどうやら山口、サーブはコクラム、おっとネットイン、これは東レにとってはアンラッキー、黒部にとってはラッキーでした。あ、こういうところは星谷監督もタイムアウトを取ってなんとか嫌な雰囲気を払拭したいところでしょう。あ、今のコクラムのサーブ、コクラムは飛び跳ねて喜びました。さあそのコクラムですが、アタック決定率はここまで25分の10、 40% です。ブロックポイントも1つ決めています。第1セットが 30% を切っている数字でしたので、この第3、第4セットとコクラムは徐々に数字を上げてきています。今日もサーブをここまで7本打ってサーブ効果率は 17.9、 これも高い数字を残していますコクラム。シーズンのサーブ効果率は 10.4、 リーグ11番目です。今黒部のベンチ前で何かありましたが、プレーが止まっています。まだ再開されていません。コクラムはアタック決定率シーズンは 40.3%、 そしてバックアタック 35% はリーグ9位。さあコクラム、あ失礼、クラン走り込むようなスパイクでした。これはアウト。あ若干タイミングがずれたところ、なんとか打ちましたが、うん、仕方がないという表情でしょうかクラン。第3セット序盤は8対4、黒部4点リード。コクラムのサーブ続きます。石川レシーブ、関からクラン、これはどうか。あこれは狙いすましたように先ほどもありましたが、誰もいないところしっかりと見極めていないところに打ち込んできましたクランのスパイク。さあ東レは14番の西川芳野が入っています。ブロック柏村、返すだけになった黒部。さあ東レは関からライト、14番の西川、入ったばかりの西川がまず名刺代わりの一打。先週今週とオポジットの位置は野呂に譲っていました。この試合はこの第3セット途中から入っています西川芳野。あっとこれは高橋のスパイクでした。高橋のスパイクはちょっと大きかったか。さあ4点差ありましたが、一気に1点差に縮まりました。東レが追い上げています。関のサーブ、イベキンから安田、そして高橋フェイントついていく東レ、アンダーで関が上げるクランのスパイク、ここは福本よく拾っている、それを高橋につないだ、ブロックで跳ね返ってきた。あコクラムを返すだけ。さあ東レ関はもう一度クランへ、角度がある、つながりませんでした。クランのインナースパイク、角度としてはかなり鋭角。これで東レ同点に追いつきました。8対8。一時は4点差をつけられました東レですが、この序盤早い段階で一気に同点に追いつきました。この辺りはさすが東レの力。
その力をちょっと見せつけられていますか、黒部伊藤監督です。このタイムアウトではあまり選手の輪には入っていきません。その選手の輪を見守っている位置にいます伊藤監督。今シーズンからチームを率いています。シーズンの序盤出だしは2連敗その後姫路には2連勝しましたが、2連勝の後8連敗と伊藤監督としては苦しい時期だったかもしれません。年明け埼玉上尾戦は2試合中止にはなりましたが、その後は3勝2敗と白星を積み上げている黒部です。さあ関のサーブポイント、レシーバー力をつけている福本を襲いました。さあこれで1点リードしました東レ。今度福本はしっかりレシーブ、高橋のスパイク、東レは関、バックセンター石川ブロックで止めるか、これはどうか、入っています。ブロックポイント、止めたのは山口。1本で切ってすぐさま同点に移しました黒部。フェイントを使ったのは西川、プランライトから関、そして水杉がアンダーで上げて西川です。西川ブロックを破りました。この第3セット途中から入っている西川芳野、この試合これで2点目になりますか。さあ10対9、一歩抜け出しました東レ。コクラムバックライトからフェイントを使いましたが、どうやらダブルコンタクトが黒部にありましたか。ちょっとミスが出てしまいました黒部。東レ2点リードです。クランのサーブ、福本しっかりレシーブ、安田からイレギにつなぎます。さあ関は石川にフェイントを使う、コクラムが追いかけましたが、これはすり抜けてしまったか。第3セットは東レが先に12点目を取りました。テクニカルタイムアウトです。さあこの第3セット序盤は黒部が少し走りかけました。しかし簡単には走らせないのが東レ。この辺りはさすが首位争いのチームです。第3セットはオポジットの位置に西川が入っています。さあご覧のように今日の愛媛県武道館、昨日に続いて愛媛のバレーボールファンが多く詰めかけています。手には白と青のメガホンでしょうか。東レのチームカラーをあしらったグッズを手に選手に応援の気持ちを送っています。まだ声での応援は自粛されています。その分手拍子そしてグッズを使っての応援となります。さあゲーム再開です。第3セット12対9、東レが3点リード。コクノムバックライト、これは入っています。ポイントは黒部。さあ黒部もここで10点目に乗せてきました。しかしチャレンジです。東レコシア監督チャレンジ、これはライン判定に関するチャレンジです。東レは一度チャレンジは失敗しています。成功も手元のカウントですとどうでしょうか、2度成功していますか。東レのチャレンジ失敗できるのは2回。さあこのチャレンジはどうか。このコクラムがバックライトのスパイクを打ちました。それがエンドラインのギリギリのところ。ファーストレフリーの千代信さんは、こちらが千代信さんです、黒部に得点の判定をしました。若干長い審査になっています。
それだけ落ちた位置がかなり際どかったということでしょうか。ボールはインでした。判定通りです。東レのチャレンジは失敗です。これで東レは失敗できるチャレンジ1回となりました。黒部山口のサーブです。センターからサイドを狙いましたがアウト。さあ13対10です。今日は第1セットから第1第2この第3セットもスタートメンバーに入っている柏村のサーブ。柏村のサーブはちょっと大きかったか。エンドラインの向こう側、お互いにサーブのミスがありました。これ以上お付き合いをしてはいけません。黒部安田のサーブ、水杉関ライトから西川です。これはアウト。やはりレシーブ若干崩されました。それが西川のスパイクにも影響しましたか。西川は同じ四国徳島県徳島市の出身です。その西川今度は決めました。西川のストレートのスパイク決まりました。この V リーグのシーズンの中でも四国での開催は数が少ないです。その同じ四国徳島県徳島市の出身西川のサーブ、トクラムのスパイクをブロックで止めました。止めたのは石川。これで15点目。3点差をつけました。もう1本西川のサーブ、高橋からクイックを使う。決めたのが7番の中村です。あ、東レのブロックは対応できませんでした。小川のかなり右横をボールが抜けていきました。さあ今度は東レ、あ、西川ブロックの吸い込みを誘いました。力強いスパイク、目の前の壁もものともしませんでした。その石川のサーブ、これサーブ、あー、しかし福本よくレシーブしました。コクラムへ、あ、このコクラムのスパイクにつながりました。コクラムへのトスも決していい状況ではなかったかもしれません。あ、これは福本のファインプレー。黒部は第3セットもこの人が登場です。今日ゲームキャプテンを務めている梅津、規定の打数に達していないのでランクインはしていませんが、サーブ効果率は 13.5、 高い数字を残しています。さあ拾ってコクラム、ブロックにかかる水杉関、そしてクラインへ。ここはイベギンから安田、そして高橋のスパイク、粘り合いになるか。小川のブロード、ここもよくつないでいる。返した高橋、これは水杉関クランです。さあこの流れ、このリズム、この型にはまりますと東レは間違いなく得点につながります。水杉のしっかりとしたレシーブ、そして関のトス回し、最後にはクランが決めます。小川サーブ、うーん、ネットにかかりました。黒部も食らいついています。食らいついてはいます。17対15、コクラムのサーブです。あ、ちょっと崩された西川、クランから石川がなんとか打った。速攻を使う山口のクイック、第2セットはよく決まっていました。この第3セットもしっかりと決めました。山口コクラムのサーブ、ちょっと前に落とした。クラン打てるか。福本のレシーブ、安田、コクラムバックライト、
福本がアンダーで上げて高橋押し込むようにした。水杉からバックセンター石川、福本レシーブ、トクラムが上げて高橋が打つ。レシーブは石川、そして関クランへ。このブロックを拾って柏村、関からクランクロス。福本レシーブできませんでした。先ほどは好レシーブがありました福本。今のクランのスパイクはこの福本でもレシーブはしきれない強烈なスパイクでした。さあ柏原のサーブ、安田はバックライト、コクラム、中島のレシーブ、なんとか関が上げてクランブロックで止めました。止めたのが高橋か、あいや山口、山口が止めました。山口は昨日ブロックポイント4つ、そして今日もこれが3つ目。さあここで黒部は小杉登場です。小杉はチームにとっては地元富山の出身。小杉のサーガ、うーん、伊藤監督がリリーサーバー期待を込めて送りましたが、まあ、ネットギリギリを狙ったんでしょうか。ここは果敢に攻めた結果のネットとお伝えしておきます。高橋が戻ります。クランのサーブ、安田から打ち込んでいきました。おっと大丈夫でしょうか。いや勢い余って関が黒部のコートにまで滑り込みました。まあ、それだけの果敢なプレーでした。さあ黒部は7番の中村がコートに戻ってきました。ミドルの一角です。さあ19対18、1点差。ライトから西川、これはどうか、拾って返すだけになった。さあ東レ仕切り直して関、石川ブロックにかかっている。高橋が返す。水杉、関、バックライトのクランですがアウト。これで黒部は同点に追いつきました。19対19。さあこの第3セットももつれる雰囲気です。まずどちらが先に20点目を取るか。ブロックポイントは黒部、イベギンが止めました。20点目。イベギンはブロックは今日1つ目です。さあここで東レがタイムアウトを取ります。同点に追いついてすぐさま一歩抜け出しました黒部。シーズンの前半なかなか勝ち星が上がらず苦労していました。その頃に比べるとこのシーズン中で各選手大きな成長が見られているのかもしれません。左手を高く突き上げましたイベギン。イベギンはトルコ代表のメンバーでもあります。2月の2日木曜日が誕生日ですイベギン。この自らの誕生日、なんとかこの試合は白星で飾りたいところです。さあ東レは黒子はまだウェアを着てマスクをつけて出番を待っています。さあ一歩リードした黒部、山口のサーブ、ここは石川に次がつなぐというところで石川はしっかり決めます。関の期待に応えました。すぐさま同点に追いつきました東レ。20対20。東レはリリーフサーバーです。8番の真鍋、真鍋は第3セットも第2セットもリリーフサーバーで登場しました。福本レシーブ、安田、あとコクラムとのコンビネーション合わなかったが、あこれはうまく落としました。この第3セットどちらかというと勢いに乗っているのは黒部、その勢いを象徴しているのか今のコクラムのフェイント。21対20。このイベギン、コクラム、この2人の外国籍選手、第2セットあたりから当たりが出だしました。石川のスパイク、ここはよく拾って
そしてイベギン、あ、ブロックアウト、ブロックアウトを誘いました。あ、イベギンとコクラムが抱き合って喜びます。これで22対20。さあこの終盤に来て2点リードを取りました黒部。これはどうするか、移動攻撃小川、これが決まらない。アンダーで水杉が上げて西川です。おっとホイッスルありました。黒部にファールがあったようです。このファールはちょっともったいないか。さあ1点差、まだまだもつれそうです。第3セット、徳島出身西川のサーブ、高橋から安田、そしてコクラム、あ、よく拾っている中島、つないだクラン、そして石川が打つ、ブロック止めた、止めたのは中村かあるいはコクラムか。あ、中島も懸命のレシーブでした。どうやら中村のブロックポイントのようです。23点目、イベギンのサーブ、ちょっとネットに近い関、あ、しかしここは小川がよく打ちました。ネット際のパス、関も片手でよく上げました。そして打ち切りました小川。さあサーブは石川です。さあ石川のサーブどうか、強烈、しかし高橋しっかりレシーブ、その高橋が打つ、どうか、アウトか。得点は黒部に入りますか。この高橋のスパイク、どうやらブロックタッチがありました。さあ第3セット、セットポイントを握ったのが黒部、24対22。まだまだもつれそう。小川のブロード、これはどうか、アウトか。アウトです。小川のブロードが決まりませんでした。25点目が黒部に入りました。25対22。第3セットも黒部が取りました。今日の試合は第2第3セット黒部が連取して、この後第4セットに入ります。